はい、ということで、すいません、長らくお待たせいたしました。ポポンと登場よろしくね、イザンジー所属ポンとネイです。今日はですね、寝起きではあるんですが、二次三次共通テストの方をね、やっていこうかと思います。まだ二次三次にはまって日が浅いので、まあ赤点だけ回避できれば9大点かなというところで、はい、第1問、公式説明文に関する次の問い、問い1から5に答えよう。はい、1、2それぞれについてライバー名の表記が誤っているものを次の1から4のうちから1つずつ選べ。第1問、はい、前本圭介さん、健やかなさん、不破湊さん、源月藤次郎さん。あ、もうこれ簡単よ。これは健やかなさんの名が那覇の名じゃない。これは健やさんが誤っている。はい、いたずらの一環として配信を始めたライバーとして最も適当なものを次の1から4のうちから1つ選べ。レオスさんは多分被験者とかの実験関連だった気がする。で、デビデビデビルさんはこう契約者を増やすためだったと思う。ゆうひさんかましろさんでめっちゃ悩んでる。むっずー。いやー、でもましろさんじゃない気がするんだよな。だとしたら、なんか、まあ、ゆうひさんのいつものなんかイケメンでいらっしゃるムーブあるじゃんか。なんかそこに通ずるものがあんのかなって思うんだよな。なんかそんな気がします。ちょっとゆうひさんで行かせていただきます。間違ってたらごめんなさい。はい、次、問い5、ライバーを説明した文として誤っているものを次の1位から4のうちから1つ選べ。はい、多分学年だったり年齢的なものが違うんだと思う。森永和樹さんとわらべ田明治さんの説明はすごいしっくりくるのよね。でもなんか東堂さんのやつ高校2年生だったかって、大藤さんってさ、なんか一番年齢が真逆というか学年真逆だったくない？高校2年生で西園さんとかじゃなかったっけ。違和感を唯一覚えたのが東堂さんだから、ちょっと東堂さんのやつにします。次の表1はゲーム内の4つの質問について4名のライバーが選択した回答を示したものであり、1から4は星川空さん、空星きらめさん、西園ちぐささん、レインパターソンさんのいずれかである。この4番は多分西園ちぐささんだと思うんだよな。コンテンツ問わずかなりの課金をするタイプっていう。ウマ娘17万のあれがあるから、4番は西園ちぐささんだと思う。これ決め打ちしちゃっていい。うん、次の会話はライブ前に控室で本番を待つサンバカさんの3名の様子である。アーからウにはリゼヘルエスタさん、アンジュカトリーナさん、イヌイトコさんのいずれかが入る。もうなんかこの落ち着いてらっしゃるのはイヌイさんって感じするな。で、もうなんか気を紛らわせるかわーってなってるのがアンジュさんっぽいな。なんかあーみたいな、しっかりしてるけどちょっと緊張移ってるっていう感じがリゼさんっぽいな。ちなみさんが言うような人間ではない属性に当てはまるものとして誤ってるものを次の1から4のうちから1つ選べ。はい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 。あ、レビエリファさん、ギルザレン三世さん、エリゴニファさん、シェリン・バーガンディさん。はいはい、あ、人間ではない。確かに。レビエリファさんはアジン。で、ギルザレー三世さんは吸血鬼、ヴァンパイア。エリコニファーさんはお花の妖精。シェリー・バーガンディさんはただの、音割れ探偵なので。はい。音割れ、まあ、音割れの頻度が高すぎる。はい。4番ですね。あ、次ね。これだ。あ、これ合ってんだ。じゃあ締め切りを守らないことに前提で動く人がウに固まってんだ。えっ、ベルモンドさんそうなんだ。
で正直ふみのたまきさんと作ゆいさんで、あ、そうなんじゃないかなと思った。うん。なるほどね。